はい、皆様どうもです。2021年年が明けました。私はですね、今、埼玉から千葉県船橋市の徳洲会病院へ向かっております。というのもですね、年末に父親がコロナに感染しまして入院しております。はい、ツイッターの方ではまあ、ちょっとぼやいたんですけど、親父からと言いますか母親から電話がありまして、お父さんがコロナになっちゃって入院しちゃったっていう嘘のような本当のようなですね、まあよくわかんない、最初電話かかってきて、まずあんまり母親から電話かかってくるっていうことが本来少ないんですよ。あの義理の母というかママ母、まあ、私の本当の母ではないのであまり接点がなくて、普段電話っていうのはやり取りすることないんですけど、それがですねあれと思って着信なんだおかしいなと思って、その時頭をよぎったのは、まあ親父が死んだか、まあ事故ったか、あの職業がタクシー運転手なんでどっちかなと思ったら、まさかのパパがコロナになっちゃったっていうね電話かかってきて、ですよ。で、まあ、結構症状も重くて、肺炎の症状はひどくて、まあ、ICU に入ったんですね。でそれで、まあ、駆けつけることもコロナの場合できないので、まあ、逐一情報を母親としてたんですけど、まあ、それで2日間年末29、30とですね、病院の方へ書類などもちょっといろいろあったので出しに行って、で親父の会社の人とも電話で話したりとかしてですね、まあこれ労災になるらしいんですよ、タクシー運転手の場合、あのお客さんとの接点で、千葉県もコロナの患者さん多いの で父親の、まあ、生活っていうのが自宅と会社の往復のみ、やっぱりコロナ感染怖いので自宅と会社しか行ってないと本人も言ってて、まあコンビニは寄りますよ、コンビニは寄るんですけど飲み歩いたりとかっていうこともしてないと、で基本的にはもう仕事しかしてないっていうことで、まあタクシー会社の方でも何人かやっぱりコロナの人が出てるそうで、労災ということで話が進んでいます。で今日はですね、年が明けて1月2日ですね、今日は何しに病院に行くかと言いますと、必要物資、これうちの親父は個室に入ってます。今ちょっと症状が和らいで、中等症の方の入る病棟で個室に入ってまして、で3食の食事以外の提供は何もないらしいんですね。であとは買い物もまあ、出歩けない、まあ、出歩ける状況でも今親父はないんですけど、看護師さんに例えば売店で新聞買ってきてくれ、コーヒー買ってきてくれ、飲み物買ってきてくれっていうこともできないんです。これ全て家族、まあ、身内、あとはまあ会社の人とか誰かが病院に親父に差し入れをしない限りは3食の食事以外、水、コーヒー、お茶何にも出ないんです。あとはお風呂については、2日に1遍ぐらい、入れるそうなんですけど、シャンプーとかリンス、ボディシャンプー、そういったものも全て、こちらが家族側が、差し入れしないとダメだということで、まあ、今まではちょっとしたちっちゃいやつで済ましてたんですけど、ちょっと大量にですね買って、3、4日分を僕がとりあえず、差し入れると。あとは会社の方がですねご厚意で、今後の日用品必要なものについては会社の方で差し入れしますよという、とても、優しい親切な会社で助かっております。で息子さんも埼玉から来るんじゃ大変でしょうということで、その辺ご理解大変協力していただいて、であとはですね母親も濃厚接触なんですよ。結局は同じ家に住んでて、何日間か症状が出てちょっと咳っぽいな熱っぽいなっていう何日間か、家にいた時に母親も自宅に一緒にいたので、母親も濃厚接触者なんで結局は家にいるんです。で今日1月2日保健所で、
PCR 検査を母親は受けます、はい、ということなんですね。なので私が差し入れをしないといけないということでございます。で家を出てきたんですが、大変道が空いてますね。ガラガラ。もういつもですとですね、今これ国道16号走ってきたんですけど、1時間半はここまでかかるんですが、1時間で着いちゃってます。スイスイ、車が少ない。であとコンビニにですね寄ったんですけど、おにぎりとかお弁当が全然なくて、もうびっくり。まあということはともかくとして、まあ、そんなこんなで病院に向かっておりますので、また病院着いたらですね、何を差し入れて持ってきたかっていうのを、ご報告したいと思います。ではでは。はい、病院に着きました。はい、8時半頃に家を出て買い物をちょこちょこして、今10時38分、2時間で着きましたね。普段だと3時間ぐらいかかるんですけど、近かったですね。千葉県徳洲会病院に着きました。やっぱねお正月なんで正面入り口は開いてないんで、裏から回るということですね。ああ日陰寒い。いやー病院の裏はすぐ団地ですよ。マンションこれ。あーマンションですね。なんかやだな病院のすぐそばに住むのは。はい、私がよくお邪魔する救急入り口です。あー寒い寒い。はい、親父への病院への差し入れが終わって、下道でのんびりのんびり帰ってきてますけど、道が空いてますね。しかしね、今年の正月は途中ですね、ある宗教団体の、施設があって、全国各地から千葉県の野田柏ですかね、あそこは本山があるんですけど、そこは毎年混むんですけどね、全然今年は混んでなくて、そのスイスイで、帰りも今普段通らない船橋松戸を通って、今298外環の下を通ってるんですけど、まあ空いてますね。まあしかし、まあ、コロナの方も、かなり人数が増えてきてるので、さっきも緊急事態宣言出るか出ないかみたいなことをラジオでやってましたけど、本当身の回りでこうしてコロナ患者が出ると実感っていうか、まあ身近にも迫ってきてるんだなっていう気持ちにはなりますので、皆さんも、なるべく外出はせずに、外出する際にはマスク、あと携帯用の消毒液とか持ってた方がいいと思いますよ。はい。消防署があります。で、僕は今のところ私の仕事の話になるんですが、無職です。はい。何も決まってないんですが、まあ年末ですね、まあ何社か応募はしてて、まあ例の SPI 試験受けたところもまだ結果の方は来てないんですけど、まあ年明け4日あたりからぼちぼち動き出そうかなと思っております。まあ今年はですね、まあなんとかトラブルのないように、救急車に運ばれないように。でおかげさまで首の方とかですね、玉突きされたところについては特に問題なく、もう日常生活送っておりますので、
ご安心ご心配をおかけしましたけども元気でございます。今年はですねもう本当いい年にしたいんで頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。ではまた、何かあったら動画上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。良いお年を、あ、違うか、今年もよろしくお願いいたします。